はい、じゃあバーッと、双方向トランスフォーマーによる汎用的な言語表現モデルと題して、鈴木が発表いたします。今回の目次です。はい、まず概要についてです。そもそもバートとは、バイディレクショナルエンコーダーリプレゼンテーションズフロムトランスフォーマーを略した言語表現モデルで、特徴として前後の文脈から事前学習を行うことが挙げられます。幅広いタスクに対応可能で、11種類のテストでステートオブジアートを達成しています。理論的背景です。まず自然言語処理タスクにおいて自然言語処理タスクにおいて事前学習が有効であることが、過去のことで分かっています。例えば文章レベルのタスクですと還元などにおいて有効であったり、トークンレベルのタスクを事前学習すると質問応答などについて役に立つことができます。言語表現めっちゃ押してる、言語表現の、において現在の事前学習は2種類、フューチャーベーストとファインチューニングの2種類が挙げられます。まずフューチャーベーストについてです。独自の分散表現を得て組成として活用する方法です。代表例としてエルモというものがあります。これは獲得した組成を NLP タスクの入力層および中間層に連結することで性能の向上が図れるというものです。エルモの他にも、ワードツーデッキとか、その辺のものも、このフューチャーベーストの考え方になっています。次にファインチューニングです。言語モデルを生成する形で事前学習をまず行います。その後にファインチューニング、追加の学習を行うことで、タスクに合わせたモデルにしていくという形です。これちょっとすいません、間違ってる。代表例としてオープン AI GPT があります。トランスフォーマーのデコーダー部分を利用した単方向のモデルです。でもう一回トランスフォーマーについてもおさらいしておきます。トランスフォーマーは RNN の代わりにアテンションを用いたエンコーダーデコーダーモデルのことです。アテンションっていうものがクエリに一致するキーを削減して対応するバリューを取り出す操作のことです。またさまざまなアテンションがこのトランスフォーマーには使われていますが、特に代表的なセルフアテンションというものは各要素が他の要素に対しての関連性があるかを見る効果があります。バートについて説明していきます。はい、バートとは先ほども言いましたが双方向のトランスフォーマーでできています。でトランスフォーマーの特にエンコーダー部分を活用しています。また事前学習のタスクはマスク単語予測と隣接文予測の2つのタスクを行っております。唯一の欠点として学習コストが非常に高いということが挙げられます。確かですね、この論文で書いてあったのだと TPU を複数使って4日かかったりとかするぐらいの、そんぐらいのえげつない時間がかかるっていうのが欠点として挙げられます。ではまず、マスク単語予測について説明します。基本的に言語モデルというのは、従来の、次の単語を予測していくことで、学習をしていくんですが、双方向で学習をしようとすると、その予測する単語も見てしまうので、本来はそれだと、学習ができないということで誰も双方向というものをやってなかったんですけども、今回バートにおいてのアイデアとして、その次の単語を予測するんじゃなくて、ある単語にマスクをかけてあげて、その周辺情報からそのマスクされた単語が何かを予測するという形で、学習していくっていう考え方になります。バートでは、系列単語のうちの 15% をこの確率で変換させていきます。80% がマスクトークンというものに変換させる、 10% がランダムな別単語に変換、残り 10% はそもそも変換を行わないという形で学習します。これによって前後の文脈を考慮することが可能となります。次に隣接文予測タスクです。これは文章の関係性を理解するということが、言語モデルにおいて重要になってくるので、2つの文章を与えてそれが隣接しているかをイエスノーの2次で判定させていくというタスクです。また、文章 A と B が与えられたときに 50% の確率で別の文章に変換するといったことも行います。これを行うことによって文章単位での意味表現を獲得することができたというふうになっています。評価実験についてです。
このバートにおいての評価実験では4つのベンチマークセットが用いられています。スクワット、MER、スワック、グルーの4つですね。それぞれについてじゃ説明していきます。スクワット、スタンドフォードクエスチョンアンサーリングデータセットはスタンフォード大が提供している約10万ペアの質問応答データセットです。入力として質問とウィキペディアの段落を使用しているそうです。次、 NER は、ネームドエンティティレコグネナイション、固有表現抽出というタスクです。文中にある固有名詞などをあらかじめ定義された固有表現分類に分類するタスクです。このデータセットでは20万のアノテーションされた固有表現がデータセットになっています。次にスワックです。これが約11万の完結したペア分類集で常識を使いながら推論するためのデータセットになります。具体的なタスクとしてはある文の続きを4択の中からどれが正しいかというものを選択していくというタスクになります。次にグルーです。これが自然言語処理のためのデータセットの集合体で全部で9つあります。今回 BART では8つ用いているそうで、まずそのうちの2つが MNLI、 まず43万の外因関係に関するテキストペアデータのセットと QQB、 2つの質問が同じ意味かどうかを判定するセット、そして質問応答のデータセットです。この質問と文が正と含むか判定していくもの、そして次が映画感情感想の感情分析でネガポジ判定をするもの、またその次が使われている英語が言語学的に受け入れられるか判定するもので、そしてニュースの見出しなどの感想ペアが一致しているか判定するもの、ニュースから自動抽出された文ペアが同じ意味か判定するもの、文のペアに外因関係があるか判定するも ものの8つを使っています。でこの8番目 と、この1番目の違いっていうのはと、この多分8番目の方が若干データセットの形が違うとかそういうちょっと細かい違いがあるそうです。この評価実験を行った結果、このようなまずグルーでの評価結果です。このバート、今回、ベースモデル、ラージモデルっていうのがあって、ベースは、GPU と比較するために、パラメータを調整したもので、ラージモデルが、全力を出し切ったモデルなんで一番高性能になるモデルになってる、なってます。スコアを見ると、既存の上のモデルよりも明らかにスコアが大きくなってるということが分かると思います。特に、MRPC と SST2 とか、なんとかな、他にも、一番確率上がってるのは6番目かな、こういったちょっとしか上がってないものもあれば、こういうものとか、もう爆発的に、確率が上がっているものなども見受けられます。次に、質問等の結果です。これも全部もう圧倒的にスコアが上がっているという感じになっていて、ラージモデルで、やってるものがやっぱ結果が良くなっているということが分かると思います。でまたこちらでもこちらは、既存とそこまで変わりはありませんが、それでも少し上昇しているということが分かると思います。で、これも、すごい評価が上がっていて、しかも、すごいのが、人種でやっているヒューマンのやつよりも上回ったスコアを出せたりとかしているというのが特徴的かと思います。このスコアが上回ったというところが重要なのではなくて、幅広いタスクにおいて高いスコアを出しているということがこのバートの特徴的な部分ということになります。はい、でまとめです。BART とは双方向トランスフォーマーによる言語表現モデルで、前後の文脈を考慮した学習をすることが可能となります。また事前学習のタスクはマスク単語予測と隣接文予測の2つのタスクを使っています。またこの実験結果から汎用性が高い言語モデルであるということが分かります。今回使った参考文献です。4つ目のが元の論文です。以上で発表を終わりにします。